一気に私の体力がちょっと失われて、はぁ、じゃねえよ。ちょ、上がろう。これで途中また休める場所があれば。あ、あっちの方行ったらちょっと休めるかな。何？雨？またかよ、おい。ここで雨きついな。張り付いたままでおった方がいいんかな。あ、やんだ。山の天気は変わりやすいってやつか。なんかさっきからさ、コロ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 、雨降ったりやんだりの繰り返しなんだけど。こう、そういうの困るよね。あの辺行ったら多分休めるかな。あんまりね、横移動、斜め移動しよったら、頑張りゲージの減り方がさ、不規則な感じになるけん。困るけど。ここで休めるんじゃない？このちょっとしたくぼみの部分。ふぅ。まあ、確実に現実でこんな場所で休みよったら死ぬけどね。やべえ、一気に頑張りゲージが消費された。表紙やって。お、いける。このまんま行けば行けるぞ。すごいね。ああいうなんか崖の先端の部分に。なんかさ、そろそろ赤い月とか出てきそうじゃない？大丈夫かな？なんか空の色がさ、赤っぽいけんさ、そういう感じがするんやけど。全然関係ないかな。あ、風が強くなってきた、今度は。風が強いぞ。何あれ？あんなとこに島みたいなのあるよ。ん？船？何やろ？よいしょ。なんかよくわからんな。で、あっこのさ、何？どこだ？あ、こっちか。だいぶ近いな。パラセールで飛んでいけるんじゃね？よし、じゃあこっから。もうラストスパートって感じかな。ここ上がったらもう着くんじゃない？あ、上の方いっぱい鳥飛び寄るわ。風強いけど、これ風で落とされる。あ、雨降ってきた。あ、くそ、雨降ってきたな、これ。あ、違う違う。パラセールが使いたかったな、私。雨が降ってきたな。これ、鳥の卵。やったー、ゲット。ごめんね、鳥さん。あ、ここにも。そっか、標高の高いところにそういえばあるって言ったね。鳥の卵なんかめっちゃ見つけたんだけど。あれ、火山？うわ、すげえな、火山だね。天気が悪すぎて遠くよく見えんわ。まだ雨降りよる、これ。風が強いだけかな。よし、目指すか。とりあえず、ここに来たことによって、鳥の卵を6個も見つけることができたけん。ラッキー。あ、結構なんか上遠いな。食料はいっぱいゲットしたよ。あ、雨降ってきた。そう、こういう途中でね。途中で雨降る感じね。しがみついたまま待っとこうか。降ったりやんだり忙しいよね。でもまあ風が強いってことは、そっか、雲の動きが活発やけん、ちょっとこう、降ったりやんだりが忙しいんやね。とりあえずそこまでついてくれ。そこで一旦休憩しよう。つける、ギリギリつけるかな。あー、お願いついて。ちょ、はい。そこ。マジで行けなかったの、今。超疲れてんじゃん。よし。もうちょっと低いとこ行った方がいいんかな。いや、もうちょっと左側。この辺、あ、この上から登り始めたら結構早いんじゃない？よいしょ。何？なんか敵現れた？あ、くそ。なんかいるわ。見えない。
背後から来そうやね。あ、大丈夫、やっつけてる。オッケーオッケー。なんかさ、ボコブリンのいろいろと風で吹き飛ばされたんだけど、やっぱ吹き飛ばされるんやね。こういう崖を登っているリンクは吹き飛ばされないんですか。こっちから行った方が、あっこの引っかかりの部分が多分早くたどり着ける。若干そこの段差で今頑張りゲージが大幅に減った気がするけど険しい場所の方が頑張りゲージ減りやすいって書いとったもんね。え、てかさっきさ、そこで止まれんかったんやけど、何止まれるの。なんか何、なんかクソ明るいよ。あ、月、月か。ここで一旦、あ、休憩できるできる。オッケー、さあ行こう。月が近いんかな。なんかすごいちょっと不気味な感じの光なんだけどね。あ、でもブラッディームーンじゃないだけマシかな。あれめっちゃ赤かったもんね。ああいうイベント、あのムービーみたいなシーンじゃなくても普通に目で見て赤いんやね。嫌やな、あれになったらモンスターボコボコ復活してくるんやろ。めっちゃ嫌やんめっちゃ嫌やん。これたどり着ける。ちょ、あれじゃない、若干足りん気がする。頑張りゲージ回復みたいになんなかったっけ。あれか、この辺か。ゴーゴー、違う、ゴーゴーじゃなくってスタミナ。ほい、スタミナ回復。ふう、若干足りんかったんよね。はい、よかったよかった。おー、たどり着いたやん。何あれ、え、なんかおるよねこれ。これ何トカゲ、マックストカゲか。あ、なるほどね。ちょっと暗いけん黒く見えるけど青いんやねあれ。そしてゴーゴートカゲ。ここにもなんかおる。お、剣かぶと、イエーイ。もうあと何もおらんかな。ふんふん。あれ、さっきその辺に鹿おらんかったっけ。あ、あそこにおる。なんか早いな動くの。おいし、それじゃあムオジームの祠。結構思ったより遠かったね。ってことはやっぱり海の中のあれも思ったより遠いんやろうな。ムオジーム。祠を訪れし者よ、我はムオジーム。女神ハイリアンナにおき、力の試練を与えよう。力の試練、中くらい？中位？ムオジームの祠。力の試練やって。ここクリアしたらなんかちょっとパワーアップし、あ、あれか。またあの、戦闘のやつじゃない？ってことはこの辺になんか強い武器とか、ないんすか？ないやん。どういうこと？これ爆弾で吹き飛ばすとかじゃないよね。あ、なんか閉まった。うわ、ほらほら来たよ。なんか小型ガーディアンみたいな。何あの武器。え？いや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 、なになに？ちょっと待って、武器持ってね。はいはい。は、どういうこと？あ、もう速攻で。速攻で、怖っ。怖っ。ちょい待ってね。あの、一気に私の体力がちょっと失われて。はぁ、じゃねえよ。こんなもん？間違えた、間違えた、間違えた。盾壊れたし。待って、うーわ、攻撃力すげえ。ちょ、待って。怖っ。
怖っ。そして料理が足りてない。んで、あの盾だよ盾。ちょこの辺の兵士の盾とか。はい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 。ここだここだここだ。こいつ一回でも攻撃当たったらさ、だいぶ壊れたんですけど。待って待って待って、もうボコブリンのや、ボコブリンの骨とかしかないって。これやっつけれなくね、爆弾で吹き飛ばせたりとかせんよね。じゃあ一旦試してみよっか。あの一回の攻撃がさ、おう、やべえって。あの1回の攻撃がさ超強くって、あ、効いてるのかあれ。壊れたってえ、壊れたって。はあ、ですよねですよね。リトライ。え、てかさ、あの、私強い武器がないと無理なんですけど。ここまで来たはよろしいのですけれども。もうあいついるの？いないのかまだ。なんかさ、こう、どこかしらにあるんじゃないの？ないの？あー来たよ。あー来たよ。そうだな、ここに来るまでに。あー違う。ちょい待って。怖っ、何こいつ、超撃ってくるんですけど。てか私盾持ってる？盾持ってないよね。何やってんの？あ、持ってんのか一応。護身の盾。持ってるよね。いや、持ってるはいいんだけど。この辺のって何？弓はつい、弓じゃない。や、槍は持ってんの？強化リザルボー。装備。装備したところで弓がないでーすとかならんよね。いや、一発だし。ねえ、その武器落としてくれんかな。ひたすら爆弾で攻撃するしかないかな。あの柱が壊れるっていうことに何か意味はないんかな。何かしらの意味はあると思うんやけどな。ん？こっちか。ないのか？てかこの弓を。ほら、やっぱり矢がないんだ。矢がないんだ。壊れることに意味はないのか。なんか中からさ、強い武器が出てきたりするんじゃないかと一瞬思ったんやけど。そんなこともなさげな。これ爆弾で戦うって言ってもね、なんか、爆弾がさ、チャージされる時間があるやん。それが結構長いよね。あー、待って、やめて。盾壊れた。でもとりあえずこれでちょっとずつちょっとずつ削っていくしかもうないんかな。あのそんなさ、うう、自分、あの追いかけてくるのやめて、マジ。あのちょっと待ってね。ちょ、私すぐしゃがむのちょっとやめて。あー、ダメ、怖っ。あれじゃね、ここに挑むの私まだ早かったんじゃね。中くらいが早いっていうのもあれやけどね。てか早いっていうか武器がないんだな。
敵が多すぎて立ち打ちできないときは氷の矢で凍らせてしまう。氷の矢、あ、凍らせれるんか、そういう手もあるな。ただ多分5本ぐらいしかなかったけん。ね。ん？あれは牛飼い？牛っぽいね。一応ここもうあれやろ？登録はされたわけやろ？登録はされたってことやけん、また武器をちょっと持ってから来ようか。あ、ここたどり着けたりするかな？ちょっと一旦飛んでみよっか。一旦飛んでみて、たどり着けんかったらもう別のとこに行こうと思う。はぁ。どう行ける？なんかめっちゃ孤島。あ、でもこれたどり着けるんじゃない？普通に。でもって別に帰りしはワープ使えばいいわけやけんね。ムオジームにでも。ムオジームワープに登録されたやろ？ん？あれなんか祠の前になんかあることない？え、あるよね、なんか。気のせいかな。お願い、たどり着いてね。たどり着いてね。もしや落ちたりする？これ。あ、落ちそうだな。あ、一応、あ、名前が出たところで。チャスケタの祠っていうことが分かったところでゲームオーバーなんですけど。これこっからとかになる？どこから？え？ここ？え、こっち？え、こっち？いや、いいよ、もう中くらいとか。中くらいとか。え、名前出たけん、あっちに映るかなって思ってんやけど、オートセーブ。映らんかった。いまいちよくわからんけど。とりあえず何？チャスケタの祠っていうのはたどり着けないということでいいんかな、まだ。頑張りゲージ足りん？あ、それか別に。あ、でもそっか。こっちの、あそこに島あるよね、なんか。あそこの島に一旦着陸してからのっていうのはどうなん？その後なんかちょっと泳いでいくみたいなさ。頑張りゲージがあとちょっとあったら足りそうな感じなんやけどね。思ったよりなんか、思ったより高かったし。位置が。まだあれさ、祠の上に降り立つとかなったら、もうちょっといけるんじゃない？てかなんかね、周り何かしら泳ぎよるよね。白い波みたいな。あ、なるほど。風に流されるのか、ここ。こういう感じで。どう？ちょっと。あ、よし、若干体力残った。若干。これ何これ。おお、びっくりした。え、なにあれ。待って、パーンって言われましても。あ、ここなんかあるんやけど。え、なにをするのあれ。あ、ちょっとずつ消えよるって。これで渡っていけってこと？じゃ、その前に体力回復しといた方がいいよね。回復してから動こう。とりあえず。はい、リンゴリンゴ。多分、あっこに向かわんといかん。やと思うんやけど、これって使えるの？これって焦げるの？ね、どうやって使うんこれ？使えんの？船のオールがいるんかな？多分、オールを取った後の、これやったら、コログの妖精が出てくると思うよね。なんとなく。さあ、じゃあ、たどり着けたけん、とりあえずここもワープに設定して、これでまあ、いつでも、もう体力ギリギリとかにならずにここにたどり着けるわけやろ。そっか、多分船のウォールがいるんやね。私、あれ武器としてしか使ってなかったけんさ。バシバシ折れよったけど。そう、前に私周りに罠があるところで、祠に登っていけるんじゃないかと思ったけど、いけんかったよね。あ、これもしかして、
力の試練きた。上位とかじゃないんこれ。うわ、極意やって、極意。いやいやいや。注意が無理やったのに極意きた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。